せ13日火曜日、おはともの、みんなも一緒に、せーの、おはー。さあ今日も張り切っていくぞ。さあね、今日もね、番組の後半でおはがある3人を選ぶ生投票があります。画面の上にある QR コードをあらかじめスマホやタブレットで読み取って準備して待っててちょうだい。はい、まだ諦めたくありません。投票よろしくお願いします。スバディーからもよろしくお願いします。今日は7時19分頃の予定です。さあ、早起きできたおはともには、早速こちらから、どちら？今日のハッシュタグ、おはっはー。さあ、この後のテレビ画面を撮影してツイッターにアップしたら、おはスタ火曜日オリジナル特製サイン入りパネルと、おはスタポチ袋、ポストカード、マイティーの宣伝札をセットにして1名様にプレゼント。さあ、今日はおはともプロデューサー平之介君からのリクエスト、高速指パッチンをしてほしいということで、おはガール練習生の赤人が挑戦してくれます。どういけそう？初挑戦なんですけど頑張りたいと思います。頑張って。さあ、シャッターチャンスは5秒間。それではシャッターチャンス、スタート。頑張れ、いけ、頑張れ、早い、早いよ。なってるか、なってるか、それなってるか。いいから OK。 さあ、今トップ写真を今出てる文字と一緒に朝8時までにアップ。あとのみんな、保護者の方にツイートしてもらってや、みんなよろしく。さあ、続いてはこちら、せーの、おはがチャンスタイム、ウェース、ハンクーガッツ。今回の勝訴はこれだ。絶対締め切り電子ヒーロー、マイティーコーデと必殺技図鑑。愛知県の鉄平くんです。ありがとう。さあ、マイティの技何種類あるか知りたいということなんだけど、ちょっとみんなマイティの技って覚えてる？タイプどう？ちょっと俺一個も覚えてへんな。嘘だろ。結構あったと思うよ。さあ、どう、沼ちゃん。マイティダストあるね。あ、マイティダストあるね。さあ、あんまりなんか覚えてるのある？マイティジェラボルト。いや、ごちゃってる、ごちゃってる。ポケモンとごちゃになってるかな。さあ、みんなはどれくらい覚えてるかな。さあ、行ってみましょう。マイティよろしく。さあ、もっとね、みんなが言ってる以上にたくさん技があるから、ぜひ見てくれ。はい、それじゃあ行くぞ。マイティスキルブック。マイティスキルブック、それってまさか新しい技を。ちょっと待って、技をまとめるために新しい技を出してみよう。まずは、心のギアが緩んでしまった人を助けるこちらの必殺技から、マイティーギャルング。おー、かっこいい、この技。あれ、ロケ前に何食べてんだ。さらに高速回転でパワーアップしたスーパーギアローリングも、マイケイト、マイケル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 。みんなを異世界に誘う必殺技がこちら、マイティーゾーン。水深 800m の世界に潜水、深海魚も見られたよね。すごい、深海のサメなんだよね。さらにスタジオを宇宙にワープさせてしまうのがこちら、マイティーコズミックエア。天体を調査するのにすごく役立つスキルなんだ。すごい、ヒーローじゃない技だよね。さあ、続いてはこちらの必殺技、マイティーエアール。マイティーエアール。なんと、脳内のイメージを実際に形にできるこの技、人間のような AR ヒューマンを生み出すことも可能なんだ。そしてこちらの必殺技、マイティースキャンは松尾っちに発動。これ大好き、これマイティースキャン。なんと、マツオッチの過去の記憶を解析、
子供の頃の思い出を写真にできるスキルなんだ。続いてはこちらの必殺技。さあ行くぜ。マイティテレパシー。このマイティテレパシー、話を聞きたい人といとも簡単に話ができる能力なんだ。ダンゴムシの調査では専門家に話が聞けたぞ。ダンゴムシの心を研究している堀山徹と申します。まだまだあるマイティの必殺技、続いてはこちら。マイティーレーザー。半径 50km 圏内から必要に応じた人や物を探し出すことができるスキル。歯医者で仕事をする家庭マネージンを見つけたんだ。この他にもさまざまな必殺技を発動。素早く移動ができるマイティーダッシュ。小さい缶バッジを拡大させることができるマイティエクスパンション。さらに写真から潜在能力を数値化、けん玉レベルが高い人を探すマイティサーチ。そして瞬間移動、マイティを解除するマイティアンロック。これわかんない、これわかんないな。テレトレベル全ての必殺技を合わせると、今日初解禁したマイティスキルブックを加えた19種類。今後も新たなスキルが生まれるかも。みんな楽しみにしていてくれ。すごいね、すごいな。思ったよりもあったでしょ。結構あったな。マイティはちなみにさ、どの技が一番好きなの、うん、あれあれどこ行った。いないいない。あれどこ行ったのマイティ。えマイティいなくなっちゃったよ。みなさんに行こう。これはな、やっぱりこの瞬間移動が一番好きだぜ。これびっくりしてるからやめて。やめてよ。さあさあ、おはともの、みんなも俺みたく強くてたくましいヒーローになってくれよな。よっしゃ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。図鑑の王者、小学館の図鑑ネオから新版岩石鉱物化石が登場。きれい、すごい、かっこいいね。知れば知るほど面白いね。小学館の図鑑ネオ、新版岩石鉱物化石発売。僕たち、私たち、図鑑ネオは20周年。今を生きる子供たち、好きなこと見つけよう。この世界を楽しもう。すずめ、ネオ世代。売上ナンバーワン、小学館の図鑑ネオ。可愛いグッズが欲しいな。そうだ、作っちゃおう。セッティングはとっても簡単。全部自分で作れちゃう。いっぱい作って楽しいぞ。編み物デビューしよう。アメールアメール。キャラパッキン。ハロー、キティ、キャラパッキン。シナモン、ロール、キャラパッキン。ハンギョ、ドン。パキパキ。キャラパッキン。サンリオキャラクターズ。チョコ。こっちも。続いてはおはスタープロジェクト。どうも、今日もフォースを感じておりますスバニーです。ゼダイやったんや。さあ、ジャックさんに伺って宇宙飛行士のユイさんと対談をしたり、夢のような時間は過ごさせてもらったんだけど、今日は宇宙ステーション希望のある秘密について調査をしてきてます。ダーカリ VTR 振りよろしく。はい、宇宙に夢中。アイウォンチュー。以前 JAXA で宇宙に浮かぶ日本の実験施設希望を見学したスバニー。実はこの希望にはさまざまな工夫があったのよね。本当だったらこの中を。そうなんですよ。高さまだろうがどうだろうか関係ないので、はい、ただ一応便宜上ですね、上と下があった方がいいので、うん、実は上と下を感じられるように工夫がされてます。あ、そういったのか。何かというと、ちょっと分かりますか、ね、なんとなく。え、何かを見るとこう上と下が分かるように一応こうなってるんです。そうなんですよね。そういう風に感覚でつく上と下を感じられるようにしてる、ね、感じられるように。なんだろう。いい問題だね。さあ、希望内の上と下を区別する方法、これあかり何だと思う？上の方の出っ張り、うん、で、なんかあったね、うん、
なるほど。まあなんかこう掴んだりするとこだね、あれね、はいはい、なるほど。さあ、サイクどう？なんやろ、上には上っていうシールが貼ってあるの。もう一目瞭然、わかりやすいね。さあ、正解はあるんでしょうか。 VTR 続きご覧ください。何でしょう。実は光なんですよ。光がある方が上に感じると。なるほど、はい、これだ、このライトですか。はい、これがある方が、はい、上に感じるんですよね、人間は。いつもやっぱりあの地面に立ってると太陽とかね、はい、月とか明るいものが上にあるじゃないですか。はい、家でもそうですよね。ライト、確かに電気が上にありますよね。はい、なので、はい、この地上にいる時と同じような感じで、なんかこう光が上から、まあ、このこちらのね、うん、方から指してるとこっちが上かなって思う、思うということになります。知らなかったよね。さらに無重力空間で仕事をするための工夫が、こうあのマジックテープっていうのがこれ目立ちますけど、これもですね、素晴らしい着なんです、うん、あの宇宙は無重力なので、うん、本当に快適なんですけど、物がですねふわふわ浮いてちょっと目を離した隙に飛んでどっか行っちゃうことが多いんですよね、うん、ですから必ずどんなものでもマジックテープがあるいはテープがついていて、それをこう壁に貼り付けるであるとか、はい、はい、してなくさないようにしながら仕事をする。そうか、こう ペンで文字書いたらまたピッとこうつけたりってこと、はい、面白い。おはとものみんなも分かったかな。さあ次回はね、宇宙ステーションで寝る時の秘密について教えてもらったから、みんな楽しみにしててね。おはスタープロジェクトはこれからも宇宙を目指して頑張りたいと思います。おっさあ、この後は謎解きキングダム、ガンホー。我がパズドラ島は未来を変えてみせます。日本を楽しくしたいんです。そこ寝ない。あ、パズドラやってましたなら OK だよ。 OK なのかよ。 OK パズドラ魔法石100個。わっしょい。最大8人で忍者ジャムバトル、忍者はみんなのごちそうせいじ、コテアラポーか。先生になります。マイヤさん、はい、アラビキ、はい、ガブリエ、はい、コテアラポー、コリー、ママたちここだ、コテアラポー。ジューシーで何時だと思ってるんだ。ごちそうせいじ、ごちそうせいじはコテアラポー。ワイ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 ヤネキュー。みんなのごちそうせいじ、コテアラポーか。コテアラポー、あっち向いてポー、あっち向いてポー、あっち向いてポー、コロペポー。今何時、ソーセージ。ごちそうせいじはコテアラポー、ワイワイワイヤネキュー。授業終わりに突如始まったイーノ対リトルリドルの謎解き対決。次はリトルリドルからの出題。じゃあ次は僕から行くよ。いいな。リトルリドルは頑張るタイプの謎解きを出すみたいだよ。よっしゃ、頑張るしかないね。はい。ガラスのパネル3枚を使って正しい式を作ってみろ。なるほど、絶対答えたい。いいな。何引く何かける何だよね。7のパネルはここに使いそうだね。あ、左のパネル裏返しになってるみたいだよ。でもさ、あの2がさ薄くなってるの気にならない？え、なんで薄くなってるんだろう。わかった、あれ逆じゃん。選択してみろ。ひっくり返す。2のパネルを裏返して5になるの。こう当てはめると正しい式になるから答えは B の式なの。いいの、なかなかやるじゃん。これで1対1。じゃあもう1問。ちょっと待った。え、2人とも楽しそうでずるいよ。僕から次の問題は出します。2人の謎解き対決に熱くなった松丸くん。謎解きが出したくて我慢できなくなったみたい。時刻は間もなく7時20分。今日9月13日は今から37年前にスーパーマリオブラザーズが登場した日なんて。ってことでマリオがジャンプする時のモノマネします。さあ続いてあかりんも同じモノマネしています。どうぞ。はい、今日のお天気です。福岡は雲が多くにわか雨がありそうです。東京は晴れたり曇ったりでしょう。最高気温は
大阪で35度、名古屋34度です。以上お天気でした。 Thank you。 続いては今オハガールを選ぶならこの3人生投票スペシャル。うわやっぱ難しいな。やっぱりうまいね。うまい。さあ現在のポイント改めてこちら。はい、上位3名はカホッチ、エミチ、ゴッチンとなっております。さああかりはね、シマユー、カヤリリに次いで同率で6位という状態です、これねまだまだわからないからね。そして9月23日にいよいよ新オハガールが決定いたします、はい、さあ決定方法はこちら。今までゲットしたポイントと今後一緒に番組を作っていくスタッフからのポイント、さらにイベント当日の生投票によるポイントを合計した上位3名が新オハガールに決定します。この後流れるオハガールの挑戦ぶりを見て、今オハガールを選ぶならこの3人と思った練習生、ぜひ生投票お願いします。毎回の順位によってポイントが変わりますからね。さあでは本日のテーマ見てみましょう。こちら、とっておきの私服コーデ。さあ、赤に投票方法を教えて。はい、画面に出ている QR コードをスマホやタブレットで読み取ると投票ページに行けるので、VTR が終わったら3人を選んでタップしてね。うん、それでは VTR スタート。とっておきの私服コーデ。ポイントはなんか3段階のドンドンドンってなってるんですけど、そこのこのヒラヒラの部分があるので、あのなんか女の子らしい感じになってます。このスカートは動いた時にワッと揺れるので、そこが可愛くてお気に入りです。アクセサリーはゴールドで統一して大人っぽさをより引き出してみました。スタイルをよく見せたいので、ちょっとしたヒールに動きやすいパンツにしました。ちょっとガーリーっぽい可愛さが入っててお気に入りの服です。ちなみに季節が流行っていると思うので見直していました。お姉ちゃんからのお下がりで、あの物持ちがいい姉妹だということで、靴下はカラフルな感じで合わせてみました。好きな人と初デートで思い切っておしゃれした子です。下に着ているシャツのロゴをなんかチラッと見せたくて、長スカート履いたり中学生らしい応援してみました。テーマはみんなで公園に行こうぜです。なんと全身青々らしく青にしました。身長が低くても大人っぽく見せられるようにポイントを上に持ってきてカバーしています。クリッというポケモンになっていて、可愛くかっこよく着こなせるんじゃないかなと思います。めちゃ柄の入ったシャツと、あとは靴がキラキラで、いつでも踊り出せそうな、いつもこんな感じでやってます。白と黒だけで踊りに踊りましたみたいです。あのカチューシャとか靴とか黒でシンプルになりすぎないようにやりつけたっていうのがポイントです。さあそれでは参りましょう。投票スタート。マジマジマジ。さあみんな投票お願いします。制限時間は30秒間です。さあ今見てもらってるのがリアルタイムの投票結果でございます。さあどんどん票が入ってます。みんなありがとう。さあ赤にラストスパート、みんなにアピールタイム。皆さん投票お願いします。お願いします。赤にお願いします。お願いします。お願いします。さあ残り10秒切りました。さあみんなね、毎日投票のありがとう。お願いします。あかりんをよろしくお願いします。お願いします。投票タイム終了。さあ CM の後いよいよ結果発表でございます。ドキドキしてます。長谷園のお茶漬け。お昼買ってきちゃった。松茸の味。はい、お吸い物。粋なごちそうに早変わり。長谷園の、はい、お吸い物。贅沢しちゃった。世界には分かっていないことがいっぱい。キリンがほとんど声を出さないのは、ゾウの鼻がすごくいいのはなんでだろう。京都大学の動物博士監修、動物の分かっていること分かっていないこと、発売中。心が動いた体験はずっと残る。楽しい学びでその先へ。新規入会受付中。新オハガール生投票結果の前にお知らせだ。
23日のおはスタ25周年記念ステージのイベントスケジュールが決定しています。はい、ご覧いただいている通りです。さらにさらに今回残念ながらイベントに来られないおは友のみんな、実はこのイベントおはスタチャンネルでも生配信を行うので、会場に来られないおは友のみんなはぜひそのおはスタチャンネルをチェックしてください。ね、もう日本全国どこからでも見られちゃうからね、よろしく。さあ、それでは緊張の瞬間です。ここで今日の投票の結果を発表したいと思います、うん、結果はこちら。はい、ということであかりんが2位に入りました。おめでとう。さあ、どうですかこの結果見てみて。もう皆さん投票ありがとうございます。これからも頑張りーひよ。いや、さすがポケモン愛が溢れてます。というわけで練習生の現在のポイントはこうなりました。さあ、1位カホッチに続きエミチゴッチンとな、続いております。アカリンは6位の43ポイント、はい、まだまだね巻き返すチャンスはあるから、はい、さあね、明日からも投票行うんだよね。はい、生投票は今週金曜日まで行うので明日もぜひ参加してね。よろしくお願いします。みんなの力でおはガールを決めてください。てなわけで今日も元気にいってらっしゃい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。長谷園の美味しい通販、宮干しラーメン。とっておきのアレンジメニューのご紹介。茹でてる間に調理して、仕上げは熱々のごま油。出来上がり。うん。うまい。煮干しラーメン12食セット、この機会にぜひお試しください。今すぐ検索。お手頃食材でこんなに豪華に。